こんにちは、も店です。す。今日 YouTube を撮っています、えー、最近ちょっと忙しくってブログをなかなか書けないんで、えー、YouTube で勘弁してください、えーと。本当にありがたいことに、まあ、皆様からお問い合わせとか、えー、修理の依頼とか、えー、時計を買いたいっていう方が非常に多くて本当にありがとうございます。今日はあの前に注文していただいた、えー、と愛知県の K さん。 えー、やっぱり、ね、トリコンパクスいいですよ、ねえー、なんかこう前にその画像が欲しいって言われてて今日ちょっと画像をお送りしたらやっぱりこう01いいよねっていう風に言われて僕も儀、えー、ンの、えー、01トリコンパックスのクラシックタイプすっげえかっこいいなと思ってるんでまああれあのすぐやっぱりねお値段が高いですから僕もすぐには買えないけど、まあ、あれ欲しいなと思っています。それから、えー、滋賀県の H 様 えとアレマーノのごご注文ありがとうございます、えー、とこちらも、えー、これから、えー、アレマーノに注文、ま、ちょっといろんな兼ね合いもあるんですけども来週ぐらいに全部注文して、えー、12ヶ月多分1ヶ月ぐらいで来るんじゃないかなと思うんですけど、えー、と7月の終わり頃には届くんじゃないかなと、えー、思っているんですけどもそんな感じで、えー、今日もたくさんの方ありがとうございました。あ、えー、あとねこんなのもありましたよ、えー オメガののススピーードマスターの筋トレです、ねはい、これ、まあ、これから注文して、筋をつけて直したりするんですけども、まあ、たくさんの方、本当にありがとうございました。えっ、ー、と、明日は、僕、なんと、まあ、いい年ですからあの、無呼吸症、眠っている間に呼吸が止まるらしいんですね。それで、CPAP という、昔はあの戦闘機のこうホースがついているやつみたいな、 のだったんですけど今鼻のところだけ空気が来るようになっているのをつけて寝ているんですけどもまああれがねホースがついてるんでねすげー寝づらいんですけど、まあ、最近それを、まあ、最近というかちょっと前から始めて何、えー、て言うのかなあれがつくと結構皆さんよく寝れるっていうんですけど僕はあのなんとなく邪魔で,で寝返りを打つとこう空気がシューッと漏れて音がしたりするんで目が覚めるんで。 なんか今一歩なんですよね。あの皆さんもね無呼吸とかなるとね大変ですから気をつけてください。じゃあ今日はえっ、ー、と名古屋の、えー、名古屋の K さんそれから、えー、と滋賀県の H さんいろいろありがとうございました。そんなことで今日は終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。